ゲームイズ所属のネフェイです。アマプロチューバーのカラトデスマッチです。アマプロチューバー2期生の神谷勇樹です。よいしょというわけで今回はネフライトさんの練習風景完全密着。練習風景をですね密着させていただいて強さの秘密をねちょっとみんなで知っていこうじゃないかってそういう企画となっておりますんでね、普段こうどういう感じでどんなことをやってるのかみたいなのをね、まあ、僕とゆうきくんで、まあ、実際にこれゲームをやりながらまたネフライトさんにもう教えてもらいながらだよね、ネフライトさんの強さの秘密を知っていこうみたいなそんな企画でございます。じゃあ行きますか、早速。あ、いいですか、もう行きます、はい、お願いします。じゃあ準備向かいます。はい、はい、じゃあ準備 OK でいいんですかね。はい、早速、まあ、よく大会とか前にやってるやつがこれも完全に自分が作ったし、はい、公開とかじゃないんですけど、はい、あ、入った入った。でも自分がやりたくて、はいはいはい、はい、いつも毎日の回転してるしまで、まあ、大会によく使うな建築をフリー建築って言うんですけど、フリー建築でやっていくんですよ、ね、はいはいはい、例えば、トンネル、はい、このトンネル作っていくと大会とかめちゃめちゃ使うんで、あ、ありますね。ああ、補強しながら移動していく。で、まあ、これできたらかっこいいな。たり直進だったり、はい、早すぎちゃう。今どこにいるかわかんない。どこだろう。あ、いたいたいた。直進したり、あ、すごいすごいすごい、まあ、よく、まあ、要は大会使うやつをやっていって。なるほど。この島でもうとにかくなんかやりたいやつとりあえずやっていく感じですね。え、じゃあもうこの島では基本的にはこういう建築を建築で、まあ、ちょっと編集やかしたとか、なんか自分がいろいろやりたいなってやついっぱい置いてんで、この島には。なるほど。まあ、そこだけ練習みたいな。まあ、ここが壁とか編集用なんで。ああ、なるほど。うわ、これをやりたいなってときはここにやるみたいな。分けてるんですね、もう完全に。まあ、ただ、主にはやっぱりその体育会よく使う建築、はい、こういう三角トンネルっていうんですけど、三角トンネルを、まあ、どんぐらいですかね、15分ぐらいですかね、大会前に返したら。おお、これをちょっとバーッとやって、まず、こう手を鳴らすみたいな。じゃあここだけでもう15分大会前に練習するんですか。大会前ですか。まあ包帯取る起動した時なんか温めたいなって、まあ、いきなり実戦行く時もあるんですよ、もちろん。まあ、ただなんかちょっと温めたいなみたいな時は、はい、こういう島でいろいろ練習してって感じですかね。どうしたらこう早いですよね。早くなるんですか、そんなに。うーん、建築を早くするコツですか。そうですね、なんか練習法というかこういうことを意識してるみたいな。パッとあんまわかんないですけど、自分はマウスなんで、マウスを早く動かせたらやっぱり建築も早くなるかなって感じがします。なるほど。やっぱりまずはこう動かすスピードをこう速くすれば、腕をガッて動かしたらやっぱり建築もその分速く出るんで。なるほど、なるほど。あと僕、壁とかが思い通りの場所に設置できたんですよ。ありますよね、なんか。あ、僕今このネフライさんが作ったこの坂道のこうすぐ横にこの壁置こうと思ったんですけど、僕のなんか違う方に動いちゃうんですよ。あ、それ視点の問題ですね。視点と建築の特性を覚えたらすぐ直ります。ここの奥に壁を置きたい時とかあるじゃないですか。はい、でも、はい、たまにここが出ちゃったりするみたいな感じですよね。あー、そうです、そうです、そうです。それあ、そうだ、もう今なった。で、もう、まあ、奥置くときは、まあ、結構奥面見るみたいな。あ、なるほど、あ、ちゃんとこう、視界をお前手前に置きたいときはもう、下に置くみたいな。手前に置くときはもう、壁は下に向くみたいな。本当だ、本当だ。あ、なるほど。いや、ほとんど、変なところに建築するのってこの視点がほとんど原因なんですね。視点が悪いみたいな。あー、なるほど。ちゃんと下を向いて、でこれが一番分かりやすいというのが縦積みなんですよね。縦積みで、はい、縦積みしていくのに上に床ができたみたいな。ありますね、すごいある。これってもう大きい視点が問題なんですね。なるほど。上に視点があるから、はい、床が上に来ちゃうんですよね。床を置くときは絶対下を向くみたいな、うん、意識したらもう一生上に床を置くことはないですね、はい、ちゃんと下床を置くときは絶対下を向くみたいな。あ、本当だ。なるほど。あ、本当だ。これは初心者の僕みたいなもう全然下手くそな人には結構耳寄り情報じゃないですか。そうなんですね。今大体の原因はそうですね、やっぱ辰巳失敗するゲームは大体視点の問題だったりするんで。あ、一つ質問とかもいいですか、はい、この縦積みをしているときに
頭の中どう考えてるんですかね。あー、いやこれ完全に人によるんですけど、自分の場合はもう、はい、突然だ出すの苦手なんで、自分テンプレート化してますね、はい、あ、屋根置いて、壁置いて、ジャンプして上がるみたいな、いろいろ決めてるんですね、パターンもいっぱい。でそのパターンに沿ってやっていくだけなんで、適当8やってどうしたらいいか、まあ、わかんないみたいな、うん、何をしてもいいかわかんないみたいな人はこういうなんかテンプレート化するのはおすすめです。じゃあもう、なるほど、じゃあもうあれですね、視点に気をつけるのと、もう瞬時に判断できないのもテンプレートいっぱい入れておく。テンプレートはもう焦んなくていいんで。なるほど、いやちょっと聞いてこのパターンだみたいな。なるほど、はい、じゃあ2個目の練習はどんなとこに行って何をするんですか。海外の有名な人が作った、はい、まあ、クリエイティブマップ で最近よく自分が使ったマップがあるんですよね。で、はいはいはい、敵を囲う電子ができるマップで、おー、あー、よくやってますよね。見ます見ます。屋根を引っ掛けたりみたいな、まあ、そういうふうに壁で囲ったりみたいな、構えてマップがあるんで、まあ、そこで囲う練習をします。なるほど、はい、あ、すみません、あー、来た。で、まあ、せっかく来てもらったんですけど、これ一人用なんですよね、はい、実は。なるほど、みんなでできる。で、自分の画面今から、まあ、見せるので、まあ、それを見てもらえれば説明していきたいと思います。お願いします。で、ここに、まあ、いっぱい、はい、まあ、武器とかあるんで、まあ、好きな武器を拾って、まあ、いろんな1ステージか16ステージみたいな感じでいっぱいステージあるんで、なんかすごいいっぱいありますね。順番に行きます。じゃあこれで1番は、敵さんがいるので階段の上にいますね。立ってる、こっち見てる、すごいこっち見てる。こっち見てる階段がいるパターンなんで、壁を練習して、はい、屋根をかけて、また階段、はい、壁で囲って、はい、倒す。いや、早っ。こういう練習がいっぱい何回もできるね。なるほど、囲った練習。なるほど、はいはいはい。でも囲う方もいっぱいあるんで、まあ、お好きなように囲って、こうやって練習ですね、はい、要はいろんなパターンが。はい、すごいすごい、もうこれ何人のロボットがやられてるのか。いや本当に今 G ボタンがチキンと押されてる。聞こえますよね。この囲う練習ってのは、まあ、非常にフォートナイト強いね、囲う技ってのが。でも格好って、まあ、いろんな階段の上パターンとかいろいろあるんですよね。でここでさまざまなパターンが練習できるみたいなマップなんですね。はいはい、2番だと、まあ、さっきの逆バージョンですね。右側にいるパターンですね。さっきも左側の階段になってる。本当だ。はいはいはい、向きが変わればやっぱ難しくなるんですよ。ああ、本当だ。本当だ。全然違う。わあ、違うな。まあ、いろんなやり方あるんですけど、まあ。まあ、自分なりの囲い方、はいはい、まあ、囲いたい練習、はい、うわ、窓の瞬間で、いやもう超かっこいいな。そうですよね。じゃあ、実は、はい、いきますか。すごい数、はい、すげえ。今度はもうなんか全然違う。自分が階段で、あ、下側のパターン、はい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 、手が床1枚ここいるパターン、はい、なんで、まあ、まあ自分だとこの場合は窓開けですかね。で、屋根置いて、囲って、戻したりして、もう一回戻って、その電子がそのまま乗ってもいいですし、ここでグレネード投げたりしますね。し、このまま壁を置いて、階段を置いて、さらに横に行って、もうこれはもうこれも嫌だ。あ、もうこれ戦いたくない。まあ、いろんな強すぎるパターンがあると思うんですけど、なるほど、そういう練習ができるような感じですね。まあ、上からさっきの話の続きになっちゃうんですけど、建築のパターンをいくつも覚えられてるって話を伺ったんですけど、はい、これもやっぱり一緒ですか。これも全部パターンがあるんです。うお、はい、加工は本当にすごく強いんで、加工練習は主にしてますね、はい。あ、もうこれはかなりマストなんですね、練習としては。そっか、こうやってやっぱみんなクリエイティブにみんな練習して、やっぱ他のプロの仲間の人とかもみんなこんな感じでバンバンやってる感じなんですか、ね、人によりますね。あ、もう俺はもう実践しかやんないんだ。逆にもうクリエイティブ9割しかやんないと思います、もちろん。なるほど。9割って人いるんですか。もうクリエイティブやってからいいだろうみたいな人もいるけど、まあ、この辺は完全に人によりますね。あ、もう
全然その人のファイトスタイルとかプレースタイルによって練習も違ってくる、違ってますよ。で、自分も今、まあ、この話練習してるんですけど、はい、もちろん1ヶ月前、2ヶ月前練習メニューも使うわけなんで、えあくまで、まあ、今やってるみたいな感じの内容で、いや、まあ、練習メニューは毎回買っていきますし、はい、はいはいはい、マジでアスリートですねいや、本当にそうですね。はい、来ました、はい、3つ目の島です。先生、何でしょうお願いいたします。最初は、まあ、トンネル練習だったり、まあ、建築練習とかして、はい、まあ、鳴らしですね、鳴らしして、はいはいはい、その後、まあ、加工練習とかしました。はい、で、はい、次は、今度はもう3人だったり、2人だったり、まあ、10人だったり、それこそ、まあ、できる島があるんで、はい、そこで今、来ました、はい、スタートします、はい、おー始まった始まった、怖いのだが。で、始まったらこっち、自分のここ来れますか。あ、はい、出てきます。ここが会場になります。はい、なんかここでひたすらちっちゃい島ですね。もうみんなで戦いまくろみたいな感じの。あ、すでに本当だ、全然見てなかった。あ、ここがもう、で、ここで、まあ、さっきいっぱい囲った練習したじゃないですか。はい、じゃあこれ複数人とかで、はい、おー、いい、なるほど、かっこいい、はい、あー、やだー、もう無理だでも何回もリスポンがするんで、やられ勝手にやられててくれちょっと、カラムさんも戦ってくださいよ。やばい、早めちゃ早い、中にカラトさんがいる。うわ、怖い、デフライトさんとノラで、やばい、捕まってる、誰か。めちゃくちゃ面白いけど、めちゃくちゃ怖いんだけどね。より実践感じですね。ただここで自分は加工練習しますね。人によると思うんですけど、練習はでもさっきいっぱい加工練習したんで、ここでより実践もうちょっと上行きたくない、上行きたくない、上から嫌な音がする。知らぬうちでやられた。やばい、やばい、もう外にいる。あ、無理だ。さっきのさ、モンスターダンスローで決まらない神谷勇気の愛の手は差し伸べたらと負けた。こういうラップでさらに実践練習して、でここでも完璧になってくると、まあ、今度はバトルラインも出せないんですよ、自然にも。なるほど、まあ、そうですよね。ここで練習しておけば急に起こった戦闘もこことほぼ一緒っていう感じで、うん、まあ、さっきのアップでパターンを覚えて、ひたすらパッとすぐ出せないようにもして出せなくて、今度はもうよりスムーズに実践っぽいところでここ練習をして、自分は今パフンがめっちゃ強いと思ってるんで。なるほど、よくやりますね、こういう質問。ありがとうございました。ありがとうございました。かなりね、フォートナイト強くなる上で超有益な情報がいっぱい散らばってたんじゃないですか、ね、いや、すごかったです、本当ありがとうございます。ありがとうございました。今多分ネフライトさんとかを見てプロゲーマーだろうっていう小学生とかいっぱいいると思うんですよ、ね、います。そういう子たちってどうなんですかね、頑張っていったらいいですか。なんかあります、そういうなんかこうしてた方がいいよみたいな、こうやって頑張ってこうみたいな。練習ってやっぱこういうクレットがもうつながってくるんですよ。最初は楽しいかもしれないですけど、これから何ヶ月とか続いてくるとどうしてもやっぱりつながってくるんですよね。やっぱりネフライトさんでも中にもちろん楽しいって言ってもいいんですけど、まあ、はい、その時に、はい、あまり無理はしないでほしいなっていう。ああ、なるほど。そこでゲーム自体嫌いになっちゃって、プロは諦めちゃうパターンがあるんですよ。そのパターンは本当にもったいないんで、はいはい、できるだけ楽しんでやればいいのかなと思います。なんで、なるほど、この練習スタートだったら他の練習とか切り替えて、はい、どんどん楽しんでいけるのが一番いいのかなと。なるほど、じゃあもうプロになるまでもう なるまでのその過程もずっと楽しくやれるように、できるだけ楽しくやってほしいですね。そこでやっぱりやめちゃうともったいないですか、もうゲームしたいけなんて、ね、自分なりに考えて楽しんでもらえたらなと思います。というわけで今日はネフライトさんの強さの裏側、練習ツアーに
密着してみたということで、また次回の、ネクラさんの動画でお会いしましょう。バイバイ、はい、バイ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 、はい、あ、最後にジジイもらっていいですか。ジジイ嬉しい嬉しい